航空自衛隊の次期戦闘機を日本、イギリス、イタリアの3カ国が共同で開発するということですが、日本の開発主体である三菱重工業の責任者杉本氏はメディアの取材に応じました。開発にはかつて同社が開発を断念した国産初のジェット旅客機スペースジェット SJ の経験者も参加していたということで、 SJ の知見も活用可能ということでした。蓄積した戦闘機の最先端技術などを通じ開発に十分貢献できると強調した根拠について今回は見ていきたいと思います。2020年末から三菱重工業は愛知県小牧南工場に次期戦闘機設計チームを結成、開発を進めていたそうです。杉本氏は1992年平成4年に入社、現在は航空機日のぼる体事業部の技師長というストについています。次期戦闘機の開発体制に関しては具体的な人数は控えたが、人員を拡充しながら開発に取り組んでおり、 SJ 事業経験者も一定人数参加して事業を進めている。 SJ の開発過程で得た大規模複雑系のプロジェクトマネジメント、インテグレーション能力や飛行試験などのデータ経験は民間機軍用機を問わず航空機開発に共通して活用可能できるものなので、 SJ 開発経験者を防衛部門に起用することで次期戦闘機の開発に生かしていきたいと語りました。日本、イギリス、イタリアの3カ国は次期戦闘機の共同開発を指揮することになる政府間組織の本部をイギリスに設立、順次交代制でトップとなる国を務めていく方向で調整を行っているそうです。今のところ初代トップには日本人がつく予定なので、防衛省は日本主導の開発を強くアピールしたいようですね。次期戦闘機は退役が予定されている空自の F2 戦闘機の後継機になるので、2035年までの開発完了を目指し、2024年度中に政府間組織を設立する予定になっています。3カ国は設立のための関連条約を2023年度中に締結する予定になっています。日本政府内では政府間組織の初代トップは防衛省幹部を起用する案なども浮上していたそうです。開発の中核となる三菱重工業、イギリスの BAE システムズ、イタリアのレオナルド社の3社は共同企業体 JV ジョイントベントゥレを立ち上げました。政府間組織からの発注に基づいて機体の設計や製造などを担うわけです。本社機能はイギリスに置き、 JV 初代トップはイタリアから就任する方向となっていますが、この役も数年間隔で定期的に3カ国が交代で務めるということです。人事と本部の所在地を別にすることで形式上3カ国のバランスを保っていますが、2組織の本部がイギリスに置かれるので日本政府が掲げる日本主導の開発が霞んでしまうのではないかという指摘もあるようです。3カ国は次期戦闘機に関して共同開発機関を2024年秋頃に発足させる方向で最終調整に入りました。2035年度の配備に向け、民間の共同企業体 JV と連携して事業を加速させ、一刻も早く対応するという狙いがあるのです。そのため本部所在地などを盛り込んだ共同開発機関の創設に関する条約を締結して、日本政府は2024年の通常国会に条約案を提出する方針です。こと防衛に関しては政府の動きは素早いですね。また3カ国は2022年12月次期戦闘機の共同開発で正式合意しているので、日本にとっては空自 F2 戦闘機の後継機になるわけですが、日本がアメリカ以外と防衛装備品の共同開発を行うのは初めてです。一方イギリスはドイツ、イタリア、スペインと共同開発した戦闘機ユーロファイタータイフーンの後継機として世界各国に輸出を目指しているのです。この3カ国の政府関係者を含めて立ち上がる共同開発機関は機体への要求項目などを決定し、 JV に設計や製造などを発注するという流れになっています。防衛省は
来年度予算概算要求に共同開発機関の運営拠出金として40億円を計上しており、他の2カ国もそれぞれ同規模の金額を負担する方向で調整が進められているそうです。とはいえ、戦闘機開発に関しては BAE システムズなどのイギリス企業が日本企業より技術的に勝っている部分が多いと指摘されていたのも事実です。経験値の差を考えれば当然ですね。日本政府は共同開発機関設立に合わせて防衛装備品の輸出制限緩和の議論を与党中心に進めています。現状の法体制では、せっかく大金を注ぎ込んで共同開発した戦闘機を第三国へ輸出することはできません。輸出可能になれば生産コスト低減につながり、輸出先国との安全保障協力を強化できるというメリットを期待しているのでしょう。もちろん日本国内で機体を組み立てるには大型施設を整備する必要があるので、政府は国内の生産体制検討も急ぐのでしょうが、現在稼働中の整備工場では作れないのだろうかという疑問は残りますね。コストを考えれば既存施設の活用をまず考えるべきですよね。一方、イギリスの次期戦闘機テンペストは、無人戦闘機 UAV 軍との連携計画を含む同国の将来戦闘航空システムの中核になるようです。開発を担うチームテンペストは、イギリス空軍の緊急能力局 RCO のほか、航空システム担当の BAE システムズ、エンジン担当のロールスロイス、ミサイル担当の MBDA、センサーと通信ネットワークを担当するイタリアのレオナルド、ICT システムを担当するイギリスのセキュアクラウドタスなど多くの機関で組織されています。イギリスばかりにこだわってはいないのですね。空自の次期戦闘機開発に関しては、イタリア政府も参画する意欲を示しているので、チームテンペストの一員であるレオナルドが加わる可能性も浮上してきました。日本とアメリカの間では、日本の次期戦闘機とアメリカ空軍との相互運用性を確保するために、アメリカ装備品とのデータリンクなどについても共同検討を行う予定になっていたようです。次期戦闘機との連携も想定される UAV の開発に関して、日本とアメリカ両国の協力の可能性を探っていくことでも合意しています。しかし、インテグレーション支援の候補企業に選ばれていたロッキード・マーティンは、限定的な協力になると思われます。なお、BAE システムズは、2022年4月6日、日本に、子会社 BAE システムズジャパン合同会社を設立しました。同社の日本代表兼日本地区担当支配人のライク氏は、会見で、新会社は、日本のパートナーと協力して、高度な能力と新技術を開発する上で、重要な役割を果たすことになると期待しているというコメントを発表しました。この BAE システムズが次期戦闘機開発を通じて防衛省との協力関係を一層強化していくことは間違いないと思われますが、だからといってアメリカとの関係がなくなるわけではありません。この共同機関の目的は、日本とイギリスとイタリアの3カ国間の研究開発を連携させ、最新の航空技術を活用して次世代の戦闘機を創造することです。この取り組みは、戦闘機の性能向上や国防の重要な要素になると見られます。また、政府のバックアップと民間企業の技術力や経験を生かし、官民連携による高性能な戦闘機を実現することが目的となっています。次世代戦闘機の開発によって、より安全で進化した防衛力強化につながることを期待する声があります。この共同機関の設立によって、日本が次期戦闘機の開発プロジェクトで主導的な役割を果たすことは間違いなとは思われます。しかし、次世代戦闘機が配備されるまでは12年もかかるので、その間も仮想敵国が黙認しているとは考えられませんね。となると、現在保有している航空戦闘力でどのように戦おうというのかも真剣に考える必要があるだろうという意見もありますね。